んにちは、たまちゃんこと田畑めぐみです。私は今荒川区にあります町屋文化センターに来ています。今日はこちらで東京ケーブルネットワーク囲碁大会が行われます。毎年恒例となっていますこちらの大会、今年はどんな対局が繰り広げられるのでしょうか。それでは行ってみましょう。たまさとゴー。この大会は CS 専門チャンネル囲碁将棋チャンネルが開催する第10回全国ケーブルテレビ局選抜囲碁選手権大会の一環として開かれるもので、今年は子どもから大人までおよそ140人の方が参加されました。本日はお忙しい中、非常にたくさんのお客様に、ご参加をいただきまして誠にありがとうございます。今日は一日、肩を張らずにですね、最後までご検討くださることを心からお願いいたしまして、挨拶に帰ります。私は東京ケーブルネットワーク囲碁大会に参加し、正々堂々と戦うことを誓います。さあ、いよいよですね、私の後ろの方では囲碁大会が始まりました。皆さん真剣な表情でね、椅子に座っていらっしゃいますけども、この大会では段や級でクラス分けされているハンデ戦と全国大会を目指す方が参加する代表選抜戦の2つの競技が行われるんです。どうですか、今の感想は。まあちょっと攻められたんですけど、まあいい形で終われたと思います。意気込みをカメラに向かってお願いします。今大会で優勝したいと思います。はい、頑張ってね。緊張してやっと終わったっていう感じですね。はい、でもこの後3回戦4回戦と続きますけれども、ちょっと今抱負みたいなものを聞かせていただけますでしょうか。いや、今日はもう優勝を狙ってるんですけどね、上に上がりたいなと思ってるんですけどね。はい、2回戦勝ったからまあいい気持ちです。ってこと、1回戦負けちゃったの、うん、あ、そうなんだ。いやでも頑張ったね、2回戦ね、うん、そうか。で午前中終えてまた午後3回戦4回戦と続くわけだけども、意気込み教えてください。全部勝つ。全部勝つ、うわ力強いな。また午後にはプロ棋士の奥田彩二段による大盤解説とため打ちも行われました。それではここでプロ棋士の奥田さんにお話を伺います。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。指導校とかされて、この囲碁大会の雰囲気ってどんな感じでしたかね。そうですね、すごく幅広い年齢層で、子どもからお年寄りまで皆さん楽しそうにしてたのがすごく印象的で、和気あいあいとこう意見を言ってくださったりもしたので、はい、すごく楽しい会になったと思います。囲碁なさっている方にメッセージを何かお願いいたします。やっぱりこう楽しくやることが一番大事だと思うので、これからも楽しんで碁をやってもらったらいいなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、さてこちらは代表選抜戦の会場になります。まあ、皆さんね、全国大会に向けてということもありまして、こう緊張感が、ね、漂っています。
代表選抜戦の優勝者は柳田智也さんに決まりました。代表選抜戦で優勝されました柳田さんにお話を伺いたいと思います。おめでとうございます。いや今の、ね、率直なお気持ちをお聞かせください。優勝できると思ってなくて、はい、あまりしゃべることを考えてなかったんですけど。またねブロック大会に向けてのこの抱負とか意気込みを。荒川区の代表として、まあ、楽しんでいきます、はい、楽しむことが一番大事なのかな。はい、そうですかね。では応援しておりますので頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は親子で参加されてるんですか？あ、そうです、親子で。親子で子供と一緒に何か始めようと思って、それで選んだのが、まあ、囲碁だったっていうことで、はい、今日参加されてみていかがでした？僕は何回か出てるんですけど、この子が今日初めてなので、この子のちょっとどれぐらい打てるかがすごい気になりながら打ってます。でさっき1回勝ったので。あ、1回勝ったの、うん、どうだったその時気持ち？嬉しかった。どこが勝てた理由だと思う？自分は陣地を広げるのに広げてたから、うん、多分そこで勝てたと思う。頑張ったんですね。そっか。囲碁歴ってどのくらいなんですか？あ、打ち始めて今年のゴールデンウィークぐらいからですね。たまたま上司が囲碁を打つ人がいて、それで打ち始める、はい、楽しいですか囲碁？展開が一局一局違うんで、そこが面白いところかなっていう。顔似てるけど双子ちゃん？双子です。はい、じゃあ2人で一緒に囲碁って始めたの？はい、はい、きっかけって何だったの？お母さんお母さんが？お母さんがやってみるわって言ったんでやりました。あの勝敗はどんな感じだったの？一勝です。でも一勝したのすごいじゃん。一勝できた？できませんでした。そっか。でもやっぱり難しかった？はい。ちょっと教えてもらえたりとかするんじゃない？相手の方に。無駄な手が多いって言われました。そっか、ちょっとここを直した方がいいぞみたいなアドバイスもらったのね。はい。今日は囲碁大会に参加されてみていかがでしたか？はい、学生、小さい小学生からね、本当に低学年の子供までいて、私はもう旧学年なんですよね。びっくりしました。ちなみに囲碁ってどのくらいなさってるんですか？まだ5年ぐらいやっててもまだ一番下の方なんです。ちなみに今日はどんな結果に終わりました？3勝1敗です。じゃあ優秀じゃないですか？いやいや、もう上の4勝の人もいますから。いやいや、素晴らしいと思います。ありがとうございます。ハンデ戦の各グループ優勝者はご覧の方々に決まりました。おめでとうございます。今回のタバサト校は9月25日に開催されました東京ケーブルネットワーク囲碁大会の模様をご紹介してきました。いや皆さん本当にいい表情で対局されてましたよね。私にとっては今回が3回目の囲碁大会となるわけですけれども、やっぱりねこの囲碁の魅力っていうのは小さなお子さんから大人までこう世代とか年齢差関係なく楽しめることだと思うんですよね。まあ、実際に親子で何かしたくって囲碁から始めましたという方もいたくらいですからね。ぜひ皆さんも何かこう機会がありましたら囲碁に挑戦してみてはいかがでしょうか。そして来年の囲碁大会お待ちしておりますよ。ということで、今日はこの辺でお別れしたいと思います。また次回お会いしましょう。さようなら。